新選組に入ってからの初仕事だな。例の脱走大使は祇園の日向屋で飲んでいるらしい。早速向かおうってとこですけど、ちょっとまた家の中でのイベントが増えてたので、まずはそれを見ておこうかなと思いますね。はるかとのイベントですね。で、今度は風呂ですよ。前回は今だったけど、一風呂浴びるとしよう。風呂に入るとイベントが発生する状態になってますね。龍馬には狭そうな風呂だな。ふむ、いいお湯だな。肩まで疲れてないもん。追い加減はどう？おじさん、来たぞ。ああ、素晴らしいぞ。てかこいつ寺田屋で風呂の用意しとけとか言ってたよな。風呂と飯の用意しておけよって。何勝手に風呂入ってんだよ。おじさんいろいろ忙しいから入れる時にきちんと疲れと汚れを取っておかないとね。そうだ、お背中でも流そうか。それは犯罪でしょ。ああ、頼む。頼むんだ。え、おい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 。お背中流すね、おじさん。犯罪者がいます。ここに犯罪者がいますよ。人に笑ってもらうと気持ちいいな。いや、遥かがいいならいいんだけど、自分では全部は手が届かないからな。仲良くなったな。それにしてもいい気分だ。まあ親密度親だからな。よかった、おじさん背中大きいね。まるでお父さんみたい。すぐご両親の話するね、遥かは。遥かのお父さんの背中もよく洗ってあげたの。ああ、今度はお父さんの話か。うん、小さい頃はよくお父さんと一緒に入ってたよ。前はお母さんの話してたよな。背中を流してあげるとすごい喜んでくれて、ボソッとありがとうって言ってくれたの。へえ。洗ってる私も嬉しくなっちゃって。優しいお父さんだったのか。最近は全然背中を流してあげたりとかしなかったけど、もっと流してあげればよかったかな。現代の遥はあんなんなのに。遥のお父さんはどんな人だったんだ。いつも寡黙でぶっきらぼうで、でも優しい人だったよ。実はおじさんに結構似てるんだ。へー、ほう、そうなのか。うん、小さい頃はお父さんみたいな人と結婚するとかよく言ってたな。マジかよ。はるかのお父さんも娘からそんな風に慕ってもらえるならきっと幸せだったんだろうな。恵まれた家庭環境だったんだね、はるかなのに。そうかな。まあ若くして亡くなってはしまったけど。ああ、きっとそうさ。もちろんもっと長く生きたかったという悔いはあるかもしれないがな。だが死んだ人はもう帰ってこない。俺たちにできることはその人たちの分まで必死に生きることだけだ。だろ？うん、そうだね。私お父さんやお母さんの分まで頑張る。頑張って頑張って、うちの家みたいな素敵な家庭を作るんだ。うん、そうなってほしいね。はるかならきっと温かい家庭を作れるさ。和みイベントって言うけど、なんか和みとはちょっと違うよなこれ。前のイベントの時も思ったけど、和みか今の。和みイベントを見ましたね。はい。で、和みイベントはなんか和みとはちょっと違うところにある気がするんだけど、もう一つあるんだね、布団での和みイベント。ちょっと同じ布団で寝たりとかしないだろうね。やめてよそういうの。今のでもギリギリだったんだから。そういう方あるのかな、この時代に。あ、そういえば犬もいるんですよ。新しく犬もね、家族になりました。このなんかサブストーリーで出会った子なんだけど、人に300回話しかける。あ、これ人なんだ。人として扱われるんだ。犬もクーン、そう、吠えた。
なんかよく吠えるから吠えたっていう名前を付けられてたね。いやこっちでの生活が充実してますよ。餌でももらったのかって言ってるから餌以外を選べばいいのかな。そういうのでいいと思うけど。よし。犬とか猫と仲良くするといいことあんのかな。うわすげえ身体能力。少しは機嫌良くなったか。寂しかったんだな。うん。いやもうこんなん寺田屋に帰れねえよ。ここでの生活が充実しすぎて。じゃあまあまた、最後の和みイベントが見れる状態になったらそれは見に来ましょう。で今12両しかないから次の返済まではまだ遠いな。ああ今のところ40両5分の2を返済してる状態ですけど、まあ、またこれは進めておきますね。じゃあ脱走大使んとこ行こう。新選組のお仕事だね。祇園まで行けばいいんだな。トゥース春日じゃなくてこっちの料亭ですね。目的地は日向屋。あれすでに、あこれ東堂か。また会ったな。遅いですよ斉藤さん。あれなんでお前も来てんの。東堂なぜここに。これは斉藤さんの仕事でしょ。土方さんが行けって。え斉藤さんの最初の仕事だし、あ万が一って時のための保険だそうです。分かってんなトシちゃん。そんなもの必要ない。殺さない可能性あるもんな。俺もそう願います。斉藤はまた3番隊の隊長が変わったりしたら名前覚え直すの面倒だし。うわ裏切る可能性あるとちょっと思ってんのか。さてと斉藤さん強そうだから大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああそれでいい。ああじゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。土方副長は掟に厳しいから、もし脱走した大使を斉藤が逃がすようなことがあったら斉藤も殺せって東堂に言ってんじゃないの。わかんないけど今のはそういうことだよね。3番隊の隊長がまた変わったら面倒だっていうのは。大丈夫だ。あでもこの確認するってことは戦闘はあんのかな。準備はできてる。見張りは頼むぞ。うん。で脱走大使の秋元ってのはあの秋元なのかな。これは何のご用で。やっぱ威圧感あんだな。新選組だ。この羽織騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。今までの龍が如くではちょっとサブストーリーの住人だったから、なんかこうやって本編で出てくるのって初めてじゃないの。あの秋元くんだったらこれ水木ちゃんか。あら、どなた？水木ちゃんじゃねえか。じゃあ、あの秋元くんじゃん。新選組だ。ここに秋元という男が来ているな。あでも本編に出てくるの本当初めてだな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの。秋元くんなら今お花を摘みに行ってるわよ。じゃあ戻ってくるってことだな。便所ってことか。どこにある。え、行くの。ねえねえ、あんなやつ放っておいてお酒でもいかが。は彼新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチそれに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。そうなんだ。そんな男こっちから願い下げよう。まあ秋元くんに入れると思えねえからな新選組。その点あなたコネ入隊なんてあるんだ。強そうだし結構勘もいい線いってるそれにその羽織隊長さんしか着れないやつよね。よく知ってんな。でしょ。よく知っている。うん、新選組のことを。当たり前でしょ。今京の町で新選組といえば男なら憧れ。あそんな感じなんだ。女なら心をなびかす。恐れられてんじゃないの。しかも隊長さんとなれば私が心変わりしても誰も文句いやしまへん。威風の対象じゃないんだ新選組って。
ちょっとそういう憧れの目線あるんだ。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。チンピラ集団なのに。だからさ、水木ちゃんから離れろ。来た来た来た。いやいや、この羽織わかるだろ。お前もう戻ったの。お前も大使なら。お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはず。そうだよ、隊長だぞ。トンショまで来てもらうぞ。斉藤さんだぞ。え、抜くの。まあでもそりゃそうか。脱走。誰が行くかってんだ、うん、悪いけどあんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。脱走大使は処刑だもんな。そしてどこか山奥で二人静かに暮らすんだ。正直逃がしてやりたいけどね。覚悟はできてるんだろうな。そんなに新選組嫌なら。うるさい、死ね。でものどかな山奥に行く気ないでしょ、水木ちゃんは。今の感じだと。うわ、もう妖刀抜いてるこの人。やる気だ。しょうがねえな。でもな、まずは素手で制圧するか。まあこの戦闘にそんなの関係ないけど。よし、まずは話を聞いてもらわないとね。すげえ、こんなワンパターンな攻撃が通用する。弱っ。ワンパターンな攻撃が簡単に通用する。それなんか結局抜いちゃった。あ、でも今のでとどめかと思ったけど意外とタフだな。ガードも硬くなってきた。最初はワンパターンな攻撃通用したのに。それ、そこらのチンピラよりは強かったな。ボスとしては弱かったけど。この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ立て。まあ、待て、頼む、待ってくれよ。女が見てるぞ、潔く。これどうすんだろうな、実際龍馬は。聞いてくれって、俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。掟に従ったら殺すしかないんだけど。大したのだってコネ使っただけだし。本当にコネなんだ。それに嫌ならすぐやめられると思ってたんだよ。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。本当にな。そりゃ街であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。しょうもねえな。けど実際入ってみたらイカれた人気ばっかりでさ。もう俺には無理なんだって。まあ秋元くんの方がまともだけどね。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからイカれた人気よりはな。トンショに連れて行くのも面倒だ。さっさとどこか。いや、それまずいでしょ、東堂来てるんだから。いいの、バレたらことですよ。うわ、ムービーになった。ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだ。裏口にも誰か張らせてんじゃないの。本当、やったー、水木ちゃん行こう。いや、水木ちゃん行く気ないでしょ。私はほら早く。こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい、逃げる気はあるの。うわー、やっぱり。ええ、てかマジ秋元くん死ぬの。うわー、シリーズ知ってる人間には意外な展開だな。あっち、血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。東堂、なぜ来た。まあ、とっつきやすく見えても、なぜって。新選組だもんな、こいつも。俺なんか悪いことしました。いやー、そうだよな。殺す必要はなかった。この男を逃したところで、新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、そりゃちょっと違うな。え？そんなんだったら、タイは明日にも潰れちまう。そんなまともなこと言う人だったんですか、斉藤さんって。なんだと。まともね。そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。京の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなこと言っても通用しないでしょ。
脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きている俺らをつなぎ止めてくれている。一番まともに見えた東堂にこの役目を持たせるってのがなんかいいね。そこまで分かっていてなお殺すというのか。怒りっぷりがよくわかるわ。殺しますよ俺は。そうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね隊長ってのも。東堂お前、さてと仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃあ。まあでも斉藤さんへの罰則はないの？一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ？裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。だろうな。彼がこっそり裏から逃げてたとしてもどっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。隊長だった山並だって殺されてんだからな。ああ汚れちゃったよ早く風呂入んなきゃ。うん、トシちゃんはこうなるの分かってて東堂をよこしたんだろうな。うわかわいそう水木ちゃん、残された水木ちゃん。これが新選組。うん、料亭でのあれがあったからトシちゃんは龍馬がどういう人間かっていうのも分かってたんだよね多分。あの時も山並殺さずにことを収めようとしたし、でこういう組織だっていうのを分からせるために龍馬をここによこしたし東堂をつかせたと。なんかすげえ土方が有能に見えるな。脱走大使秋元はその場で処刑か。トン署へ報告に行くか。あ、トン署に戻るんだ。じゃあまあ戻るか、素直にまっすぐ。おじさんおかわり。ただいま。これはやっとかないとね。いやもう実際ね、野菜すぐできちゃうからなんとなくもったいないし一回帰らないと。じゃあ収穫して今度こそ豚所に戻りましょう。ただいま。こんな時間でも誰かいんのかな。お、あいつなんて名前だっけ。八幡組長、ファイブでは八幡組長だった人。いいな。谷か。この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。7番隊の人ね。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。賞金？谷、何があったのか。賞金がかかってる首とかあるの？ああ斎藤か、てめえには関係ねえ。おい行くぞ。一応名前覚えてくれてんだ。あん時会っただけだけど。何だってんだ。うん？斉藤だったな。びっくりした。井上さん。あんたは6番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。伊蔵のこと知ってんの？人斬り伊蔵。ああ7番隊、そっか。まさか今谷たちが言ってたの伊蔵のことか。そうだ、土佐勤王党の大物岡田。ああ一応大物なんだな。あいつ奴はこれまで幕府型の人間を何人も切っている。新選組はずっと奴を追っている。それで賞金かかってんのか。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を切ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。おお山崎、山崎優秀だな。秋元君のこともあいつが教えてくれたんだもんね。いや何でもない。何でもないって顔には見えんがな。まあ知り合いだしな。一応一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。うん。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。奉行所と連携取ったりとかするんだ。まずその場で殺すだろうな。
伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠る。伊蔵はそう簡単に殺されねえよ。あ、行っちゃった。伊蔵、やるしかねえのか。あんだけ殺し合っても伊蔵のことちょっと気になるんだな。大した仲じゃないんだけどね、別に伊蔵と伊蔵と龍馬今んとこ嫌いって言われたしな、こないだ。わしはあんたが嫌いですきっつって。あれ、こんなとこに新選組がいる。斎藤殿か。岡田伊蔵、伊蔵のいる賭場へは四条通り東にある質屋の通りから回ってくだされ。六番隊って誰の隊だっけ。そこに他の隊長殿も待機しておられる。急いでくだされ。え、もしかしてここ通れなかったりする。ああ、今通れないんだ。ああ、どうしようかな。すげえいいとこだけど、なんか割と大ごとになりそうだから、一回サブストーリーでも挟もうかなって思ったんだけど、道塞がれてるし、あ、タクシーも今いないな。今もう行くしかないのか。じゃあもう行くか、まっすぐ賭場でまた伊蔵に会うのか。絡むな絡むな。こんだけのメンバーいるなら別に来なくてもよくない。龍馬は隊長が3人もいんじゃん。龍馬を合わせて4人、まあ、それだけの大物ってことか。伊蔵があんまピンとこないけどな。てめえも賞金狙いって。なんかあいつが大物って。私が呼んだ。この戦力では心もとないからな。お、ディスってる。ああ無用の六番隊長が何抜かしとんねん。この人か、六番隊隊長って。てめえなんざ足でまといにしかならんやろが。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろ言うとんねん。あ、鈴木ってこいつか。大ギター、お前もや。うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。ダメそうだなこいつ。谷、てめえ役に立たなそうだぜ。なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。まっすぐ向かってった。おい、まだ来るぞ。あ、見張りのやつを押し付けたな、龍馬たちに。押し付けやがった、あの野郎。なめんじゃねえ。自分はあいつの首取れればいいからって、伊蔵の。もう隊長2人いんなら。あ、天然地震流の構え使ってる。そうか、この人もそうだったっけ。冷麺大好き柏木さん。天然地震流の使い手でちょっと目元も覆面の男に似てたような気するんだよな、井上さん。俺ちょっと怪しんでるねこの人。よいしょ、あとは頼むよ。隊長が2人もいんだからさ。おい、ちんたらやってんじゃねえよ隊長。俺もう1人やりましたよ。もうしょうがねえな。こうやんだよ。はい、で中に入ってっちゃったけど、谷隊長は。伊蔵無事逃げられたかな。伊蔵に逃げてほしいと思っちゃってるもん。谷のやつ、おっ始めよったな。伊蔵をやるのは俺だって気持ちになってるからね今。あ、行った。あ、いた。何くつろいでんだこいつ。見つけたぜ。観念したのか。うわ、これもう再起不能では。てめえ。うわ、うう、簡単に死ぬな隊長クラスが。さっきも秋元君があっさり死んだし。谷がこうもあっさり。ちょっ、え、お前そういうの使うの。谷をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。土佐金の音は拳銃に慣れてるぞ。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。やっぱこいつも役立たずだな。余裕かましとるんやないぞ。モデルが荻田の時点で分かりきってるけど、なんだこいつ。
お前よく隊長になれたな。うわうわこいつも隊長早くも。異像が強く見える。異像のくせに。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん。最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。まあ実際は数で戦う集団だったんだろうからね。新選組の隊長を4人も始末できるんだからな。こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。やつはこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。異像の動きにはさすがについていけないだろう。いやいや、天然理心流ですよこの人も。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ、頼む。お前異像と戦いたいだけじゃねえのか。いいだろう。いや俺この人実力者だと思うんだけどな。いいんですか、お一人。能力隠してないあの人。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。嫌いだもんな。今日は思い切りやれる。あ、竹地先生のお気に入りだから今までは本気でやってなかったって言いたいのか。来い。そう。本気だったくせに。行くぞ斎藤はじめ。